ただきます。日程第1の一般質問を継続します。朝倉幹晴議員。朝倉私は2月24日の本会議で新型コロナウイルス変異株 PCR 検査の必要性を訴えました。現在広がりつつある変異株はウイルスが人細胞に接着するときの突起 S タンパク部分が、の変異し感染伝播性の増加につながることが危惧されており、その動向の把握は不可欠です。その時の保健所理事のご答弁は陽性コントロールがないのでできないでした。5月ゴールデンウィークから6月にかけてこの議会の変異株検査できないとの保健所理事の答弁の載った3月議会を報告した船橋議会であり246号が市民の方々に配布されました。そして3月18日予算決算全体会質疑で私は松戸市長に再度要請し、市長からは確認させていただいてやり得る範囲のことは努力してみたいと思いますとの答弁をいただきました。そして市は方針転換をし、4月よりアルファベータガンマに共通の N501Y 変異、5月にはベータガンマに共通の E484K 変異、そしてその後デルタ株等の L452R 変異検査もスタートしました。良い変化であり歓迎いたします。私自身分子生物学を学び教えてきたことを踏まえて再三質疑したことで船橋市という自治体の保健所の検査方針の転換を促すことができた点を嬉しく思います。ここに、分子生物学実験で使うチューブがあります。私自身は今は研究室にいませんが、自らの原点を思い返す意味でいつも財布に入れて時々見返しております。市保健所が市民に全国配布された船橋市議会では246号と違う方針とに転換したことに疑問を持つ市民の方もいます。そこで3月18日の質疑以降、市内部の検討、厚生労働省、国立感染研とのやり取りや陽性コントロールの入手も含め、どのような経緯で実施に至ったのか、そして現時点ではどのような検査の流れになっているかをお示しください。変異株検査における技術的な点も確認させていただきます。新型コロナウイルスに感染した場合、検体内にウイルス RNA があります。これをまず逆転射酵素で DNA に置き換えて、PCR での DNA 増殖サイクルに入ります。95度 C で DNA 2本差をほどき、60度 C でそれぞれの鎖にウイルスの塩基配列にピタリと貼り付く DNA プライマーを結合させ、72度 C で高熱性細菌の DNA ポリメラーゼで DNA 2本差を増幅させる。この1サイクルに約2、3分要します。この1サイクルごとに DNA が2倍、4倍、8倍、16倍、32、64、128、256、512、1024と増幅され、検出される量に増幅していきます。さて、図の右上にありますように、最初の検体内のウイルスがどれぐらいの量含まれていたかの目安となる数値が CT 値です。CT 値というのは、DNA がベースラインのシグナルに対して統計的な有意な差が出る式位置に到達するまで何サイクルの増幅が必要だったかという値です。図で黒の点線で示しておりますが、新型コロナウイルスの一般の PCR 検査では CT 値が40以下を目安に設定されており、この点線のように微量の、ごく微量の場合には、40以上になります。40より大きくなりますし、全くない場合には全く増幅されない場合、これは陰性となります。図の黒の実線が陽性となるギリギリの値の CT 値40を示しております。そして赤線のように、赤丸のようにウイルス量が多い場合、増幅曲線は赤線のように早めの増幅となり、式位置に到達するのが早くなります。CT 値40の陽性検体にも最初のウイルス量が1000倍であった場合には2の10乗の1024で CT 値は10少ない30となります。船橋市保健所から3月25日に変異株検査の CT 値の基準は27以下としたとの報告を議員宛て報告でいただきましたが、
現在の変異株検査の CT 値基準はいくつでしょうかも合わせてお答えください。保健所理事。お答えいたします。新型コロナウイルスの変異株を探知するための PCR 検査については、令和3年2月5日に厚生労働省通知により全国の地方衛生研究所で行われることとされ、国立感染症研究所から地方衛生研究所に検査主義の伝達及び陽性コントロールの配布等が開始されました。この時点では、市保健所は地方衛生研究所ではなかったことから、陽性コントロールの配布はされないことを厚生労働省に問い合わせをし、確認をしたところでございます。陽性コントロールとは、検査を行った際に必ず陽性となる検体のことで、検査の精度を確保するために必要となるものでございます。その後、3月4日に千葉県から、変異株 PCR 検査を希望する検体がある場合は、千葉県衛生研究所と調整するよう通知があり、本市は千葉県衛生研究所に検査を依頼することとし、3月24日から検体を送付いたしました。そして3月下旬より、市保健所における検査の実施に向け準備を行い、検査主義の取得、陽性コントロール及び試薬の確保を進めるとともに、千葉県衛生研究所への視察、研修の実施、制度管理等の準備を行い、4月12日から N501Y 変異株検査を開始いたしました。さらに、5月12日には、市保健所が船橋市衛生試験所として、地方衛生研究所協議会への加入が認められたこともあり、さらなる検査機能の充実を目指し取り組んでいるところでございます。その後、5月20日から E484K 変異、6月11日から L452R 変異検出の PCR 検査を実施しております。次に、現時点の検査の流れでございますが、まず新型コロナウイルス感染症かどうかを診断するための PCR 検査を行います。この検査結果が陽性であり、ウイルス量の比較的多い指標となる CT 値が30以下であった検体や、医師が必要と認める検体は、その翌日に変異株かどうかを確認するための PCR 検査を行います。現在、変異株 PCR 検査については、アルファ株、ベータ株、ガンマ株、共通の N501Y 変異、ベータ株、ガンマ株、共通の E484K 変異、デルタ株等の L452R 変異の3種について行っているところでございます。さらに、変異株 PCR 検査を行った全検体について、株を確定するための遺伝子解析を行います。遺伝子解析は国立感染症研究所に依頼しております。変異株 PCR 検査結果及び遺伝子解析結果により、地域での変異株の流行を把握し、注意喚起を実施するなど、感染拡大防止に努めているところでございます。以上でございます。朝倉三木春議員。ご答弁の中で重要な転換があったことが答弁されました。昨年の2月25日の最初に私が PCR 実施を求める質疑以来、
厚生労働省国立感染研から千葉県衛生研究所など地方衛生研究所に来る情報や試薬が、中核市の船橋保健所には来ない、情報試薬格差が問題の根底にあることを指摘し続けてきました。今回船橋保健所が船橋衛生研究所として地方衛生研究所協議会に加入が認まれ、情報と試薬の提供が千葉県衛生研究所と対等になるのは画期的なことと歓迎いたします。さて、直近のデータの分析で、現在船橋市内の陽性者の中で変異株の割合は何パーセントでしょうか。各株ごとのパーセントともにお答えください。保健所理事、お答えいたします。遺伝子解析まで終了している直近のデータでお答えいたします。6月19日から6月25日の期間に市保健所において診断用 PCR 検査を実施した結果、全陽性検体数は34検体でした。うち CT 値が30以下であった検体は27検体で、全陽性検体数の 79% でございます。この27検体について、市保健所の変異株検査を行った結果は、アルファ株が23検体で 85%、デルタ株が4検体で 15% となっております。変異株の割合は 100% でございます。市内ではこのほか市保健所以外から変異株陽性者の報告例もございます。以上でございます。朝倉幹治議員。先ほど標準の PCR が CT 値40で検出して、変異株が30ということですので、これは実は1000倍量、もう患者の検体の中に1000倍量 その存在の差があるということで、ウイルスの増殖の、手強さというか、変異株 の増殖の多さを示していると思います。さて、実は変異は今でも続いておりまして、この SARS-CoV-2 は、24塩基、1年に変化してまして、毎月2塩基ずつ変異をしております。だから今後も新しい変異が出てきてしまう可能性は十分あります。今後新しい変異株についてどのように対処されるのでしょうか。保健所理事。お答えいたします。今後新たな変異株が発生した場合の検査体制についてですが、引き続き試薬等の早期入手に努め、迅速に新たな変異株 PCR 検査を実施していく予定です。また先ほど申し上げた通り、変異株の割合は現在 100% であることが想定され、3種の変異株 PCR 検査でいずれも陰性の検体等は新しい変異株の可能性があることから、迅速に国立感染症研究所に検体を送付し、遺伝子解析を依頼してまいります。今後も新型コロナウイルス感染症の感染状況及び国・県の動向等を注視し、柔軟に対応できるよう努めてまいります。以上でございます。